こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回はメガネの加工の時使いますネジ切りについてちょっとご説明したいと思います。ネジ切りって普通、口なしのメガネ加工して、2ポイントですね。こういうネジ、ちょっと大きいですね。こうネジがね、こうどうしてもこう長いネジ使えば、大体飛び出るんですよ、少しね。これをカットする、ニッパなんかで切ると、ちょっとバチーンといってですね、そういう衝撃ないんですよ、これは。こういう感じで、ちょっと大きくしてますね。もうスパッと綺麗に切れるんですよね。これはすごく優れた工具ですよね。これでもう、これ切れましたから。あとはちょっとね、ホームテープつけて、この角をちょっと面取りして、そして最後にこういう袋ナットっていうのね、こういうものを、ちょっと私の手のひらに乗ってますけど、これをかぶせてあげると、こう、なんていうかね、肌にこう当たらないというか、そういう、これをつけるわけです。これで縁なしのメガネの、これで最終的に、加工が完了ということになりますので、どうかですね、よろしくお願い申し上げます。